坂下優友は、日本の元プロボクサー。愛知県豊橋市出身。元 WBO アジアパシフィックフライ級王者。角エビ宝石ボクシングジム所属。かつてはと弱し、ボクシングジムに所属していた。坂下優と、元 WBO エジャパシフィックフライ級王者2009年7月12日のプロデビュー戦は、小勝利だったが、8ヶ月後の試合でプロ初黒星。 2011年フライ級新人王政軍代表として、当軍代表青山公を相手に5回3の0、判定勝ちで全日本新人王を獲得。その後2013年5月、門エ美宝石ボクシングジムへ移籍。2014年10月4日に、高楽園ホールで日本フライ級王者の村中優と日本フライ級タイトルマッチを行い、8回2分42秒、TKO 負けで、 日本王座獲得に失敗2015年11月2日、後楽園ホールで開催された日本タイトル最強挑戦者決定戦にて日本フライ級2位の黒田正幸とフライ級8回戦を戦い8回0から3判定負けで日本王座挑戦権獲得に失敗。そして2019年5月26日に大阪市大第2体育館で世界挑戦経験のある 坂本正宏と WBO アジアパシフィックフライ級王座決定戦を行い、6回1分6秒 TKO 勝ちでアジア王座獲得に成功。2019年10月21日、後楽園ホールで WBO アジアパシフィックフライ級6位の望月直樹を相手に防衛戦を行い、10回1分小勝ちを収め、初防衛に成功した。2020年、 現役を引退した。ありがとうございます。